ズプライズ。オズの戦略に関わらない単独行動が許された独立戦闘部隊。その実態はオズの後ろ盾であるロームフェラー財団直属の兵士たちで構成された財団代表デルマイユ・カタロニアの私兵とも言われ、組織内部でもその全貌を把握する者は限られている。特にスターダストナイスと呼ばれるオズプライズの青年たちは、独自に改良したカスタムモビルスーツを借り、敵対勢力の迎撃をハンティングと称し、自らの逸落にふけるありさまだった。彼らの獲物として刃先を突きつけられた G ユニット。その1号機を操縦するアディンは、先の戦闘で兄と2号機を目の前で失った悲しみに今も打ちひしがれていた。アディン、アディンよ。兄さん。何をしている？早くモビルスーツから降りるんだ。お前には無理だ。お前に私は超えられない。私のように死ぬぞ。兄さん、俺に PX システムは使えない。俺には無理だ、無理だよ。しかし狩人が獲物側の相性を憂うはずもなく、スターダストナイツは狩猟の再開に向け新たな刃を研ぎ澄ましていた。鉄仮面の男。
Thank you.
リン君、それが君の本気か。情けない。何を。そんなことではガンダムの名が泣くぞ。くそ。ざまだから兄をも見殺しにする。コロニーも全滅する。そんなことはさせない。 MO5 は俺が守る。EX システム発動。あの敵は。落ちろ。システム発動。逃がすかよ。もらった。なんというパワーだ。しかしこんなところでやられはせん。システム発動。うっ、私が貴様より劣るとでも言うのか。
前たちに構っている暇はない。パワーダウンだと？全くなっちゃいないな。落ちろ。厳しさってのを教えてやるよ。なんだと。うかつに前に出過ぎたようだな。教えてやるよ、本当の戦いってやつ。そんな、手段を選ぶつもりはない。
で参ります。覚悟はよろしいですね。
遅い。君の実力はこの程度か。何を EX システム発動。これではガンダムの名が泣くぞ。くそ。覚悟しろ、アディン・バネット。くそ。EX システム発動。俺が決めるぜ。なかなかやるが、まだ落ちるわけにはいかない。システム発動。逃がすかよ。どうやらことを急ぐ必要がありそうだな。俺はガンダムのパイロットだからな。
うん、兄さん。得意ではないのですが、当てられたのか。臆病くらいがちょうどいい。あなたも早々に退場なさい。戦場じゃ自分を見失った方が負けるのさ。
面白くなってきたぜ。突っ込むぞ。一瞬でいい。みんな届けさせてくれ。こちらも仕掛けます。牽制は任せな。きっちり牽制してやるよ。さっき援護しろ。とどめは私が決める。ユニバース。ここまでなのか。貴様は俺が始末。
出しはしない。なるほど。アリもここまで実力をつけ